隠れてさ、この前もそうなんだけど、うん、そのいろいろこう八角親方のなんかあれでいろいろこう回ってるやつがいるわけよ、うんうんうん、そういう、うんはい、そのなんかもう自衛なんていうのそういう自警団みたいな そういうのでこう見て回ってる、そういうのにさ給料払ってんだよ、そんなの八角さん、そうあちゃそういうの給料払ってさ、それで見つけて、それで見つけてそういうの見つけて、それをまあまあその一つのたりにしてねすると、でそれを焚き付けして、でそれがだから自分の息のかかったやつには言わないで、なるほど、もうそこで忖度あるんですね。そうそう、いやそれは良くないですね。まあでもまああの八角さんをよく知ってる人間はまあまあまあらしいよね、彼らしいよねって言いますけどね。そんな悪いの？いや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 、もうなんかもう裏表がすごいですからね。ああそう、はい、だからよだってもうやっぱ八角さんって言ったらだってね、まあまあ、まあ、ここの辺にいたわけだから。だからまあそのね皆さんもなんで八角さんとここの辺さん、まあ八九と兄弟ね、八九か八九なんですよ、また八九か、そう八九なんですよ、そこも数字もね、また八九だったら九の方が上だよね。そうなんですけど、カブなんでっていうのもあるんですけど、うんうん、まあ、そのね兄弟ね分がね、そのそうやって袂も分けてっていうのもあったし、だけども結局だからもう八角さんなんかの噂は結局まあ自分も携わってる時いろいろ聞きましたけど、まあだからどっちかというとここ姉さん寄りだもんね。そうですね、私の方はね、うん、そっちかというとそうですね、うん、なのでそういう意味では八角さんらしいっちゃらしいですよね、そうやってなんかこう、うん、自警団を使ってる感じ、うんうん、で自分は手を汚さない感じ、はい、本当になんか普通だったら揉め事があったりしたらさ、はい、こうまあ理事長が責任取ってっていうけど、うん、一切責任取らない、ならないですね、うん。